ちは。今回なんですけど、こちらを見てください。この景色、富士スピードウェイにまた横田林業さんの横田さんと連れてきていただきました。ありがとうございます。一緒にあっちのね、本コースの方で耐久レース出るっていうんで、まあ、にはもっともっとミニに乗ってね。そうですね、他のチームの人に迷惑かけちゃうから。あ、そうですね、耐久レースはみんなでやるレースですもんね。6時間耐久レース出るための練習マシン、こちらです。こちら。あの、なるほど、これ何ですか。電動キックボード。電動。富士は広いから、ね、そうですね、本コース走れるために、じゃあこれちょっと練習しましょう。うん、じゃあ早速乗っていくぞ。うわは、はい、意外とめっちゃこれ速いぞ。すごいですね、これ。膝すり、膝も擦れる。これで6時間耐久レースも大勝利ですね。あれ、てかあれじゃないですか、ミニバイク。あれ、あれ俺が乗る。あ、そうなんですね。あ、確かに今日横田さんのつなぎも持ってきてますね。あ、じゃあ僕が今日これでここ走って、僕は走れないみたいな。食いつけて引っ張ってあげる。恐ろしい。これちょっとバンク角ゼロみたいな。ということで、じゃあ今回また、あ、危ない、あ、お父さん、新車で会社のレーシングスクーターが。今回こちらウィダー号ですね。俺は転んだことないのに。あれ、なんでだろう。やっこけちゃった。やっ。いや、本当すみませんでした。じゃあ早速こちらお借りして走りたいと思います。やったー。いや、よかった、お借りします。よいしょ。おお。ありがとうございます。じゃあちょっとお借りします。 NSR50 早速乗りたいと思いますよ。カートコースはお久しぶりですね。前回は34秒8とかだったんですよね。では今回何秒出るんでしょうか。始めましょう。うわ、パワーバンドの加速が最高ですね。いけ。うわ、怖い、久々のカートコース怖いですね。いけ、思いっきりブレーキングからのギアを一足下げて、アウトに思いっきり行って、アウトからギューンと行けば確かいい感じに行けたぞ。うわー、ちょっと感覚覚えてるぞ。いけ、ストレート、すっかりだ。うわー、ブレーキ口で、うわー、怖い。うわー、曲がりきれないね。でもやっぱ楽しいですね、この NGB 最高。後ろから、やばい、モタードが来た。なんだあのモタードは。はい、この NSR50 などあの 50cc の消耗量はこのパワーバンドから外れたらもうパワーがね一切出ないぐらいの勢いなんで、パワーバンドでいかに外さないかのように走るのが重要なんですけど、もうこのモーってなってる時点でダメなんですよね。難しいね。俺は MotoGP ライダーだぞ。俺はトリプルエイドリーダーだぞ。お、アウトから抜けるんじゃなかろうか。あ、無理だった。潜水水じゃん。 50cc バーサス 1000cc、 いけ、俺の勝ちだ。 1000cc で勝ったぞ。 50cc が 1000cc に勝った瞬間だ。俺の50が最速だ。うわー、20をしっかり入れて、20をかけて走るんだ。20、さあ先を見る、コーナーと先を見ると、ここら辺から先、ここら辺から先、あ、これストレートで勝ててや。これ肘釣りしたいね。無理。無理くぼになりました。今日はいっぱい走ってる方がいらっしゃいますね。抜く練習もねしないと難しいね。走る分にはあの普通に走れるは走れるんですけど、こう追い抜きができないですよね。これが本当むずいぞ。ストレートではこう同じ速度だから勝てないんで、コーナーとかでこう刺すしかないんですけど、今とかもライン譲ってくれてるからまだいいですけど、普通だったら無理だぞ。無理なんだけど、つんだつんだ。無理なんだけど、つんだつんだ。マイケル君、富士カートコースで走るのひよってるやついる。NGB 乗るのひよってるやついる。いねえよな。本コース走るぞ。疲れました。これにて走行終了です。この富士のミニカートコース面白い。しかもこれね、1日ね3100円ぐらいで持ち込みで走れるので最高ですね。僕のタイムはね
36秒で。あんな全然遅いよ。よっしゃ、次の走行枠に切り替えましょう。それでは次はこちらの NSF100 にね、乗りたいと思います。あ、ヨガさんも走るんですね。じゃあ一緒に走りましょう。おー、フォーストローク怖いにゃー。全然乗り慣れてないからどんな感じなんでしょうかね。うー、やば、行くな。うわー、はえー、うわー、これやべえな。はえー、うわー、すげえ、全然感覚が違う。え、でもはえー、これ、うわー、楽しい、最高。なんかどっか吸ってる気がするけど大丈夫か。ボーストロークなんてどっからでも開けてパワーが出るんで、すげえ、うわ、はい、めちゃくちゃかっけえぞ。後ろに言うことはついてる気がするぞ。うわ、怖い。うわ、ヨガさんに打ち抜かれた。やりますね、すげえ。こっち 100cc ですよ。あ、ツースト 50cc で抜かれた。なんだと、負けて倒れた。いや、でもマジ速い。すげえ、ボーダーリングがやっぱ速いな。これ結構全開で言ってるんですけど追いつけないですよ。いけ、2ストロークとかよりは乗り慣れてない方からすると乗りやすいかもしれないですね。これ乗りやすいぞ。あー、楽しかったな。NSF お借りしましたが、ありがとうございました。楽しいですね。これで横田さんにサスペンションの変更を行っていただきます。ちょっと突き出してみようか。あ、フォークを突き出すんですね。結構コーナーリングしたら変わるんですか。まあ25だとね、だいぶ変わるけど。ね、突き出さないっていうのも聞いたことあるんだけど。あ、そうなんですね。突き出したら結構変わるんでしょうか。どんな感じですかね、楽しみですね。出し替えたら一発目いっといで。あ、ありがとうございます。じゃあ次も走っていきましょう。もうだいぶ変わりましたね。さっきと比べてかなり突き出ましたか。何ミリぐらい突き出したんですか。測り持ってないからこの厚さで合わせる。そういうことですね。高校生が見たいから。ああ、そういうことですね。ただ僕が乗ってこれ分かりますかね。分かると思う。あ、本当ですか。だからフォークを突き上げた後走行してみたいと思います。どれぐらいタイム変わるんでしょうか。僕はさっきね、35秒がベストタイムだったんですけど、何秒出るかやってみましょう。いざ。うわ、全然違う。あ、やばい、これハンドルが超切れ込むようになった。いや、全然違うぞ。なんかめっちゃ速くなった気がする。さあ、ここから思いっきりいきましょう。出ましたね。これ速くなってるぞ。めちゃくちゃコーナー曲がりやすくなりましたね。ハンドルがすごい切れ込むようになって、そして寝かし込むバンカーが増えたようなイメージですね。ハンドルが切れるようになったんで、そういうバンクしやすくなりましたね。やっぱ突き出し量がこれだけ変わるだけで全然違うんですね。超走りやすくなりましたね。サスペンションセッティングだったりとか、もうヨガツさんですね、もうこうしてみたらこうなるっていうのを明確にやっていただけるんで、いや、ほんとすげえ。さあ、何秒でしょうか、見てみましょう。34秒253、ほんま2秒ぐらい速くなりました。めちゃくちゃ良くなりました。はい、突き出しじゃなくて、はい、減衰効かしてあげたいんだよね。あ、そういうことですね。リアタイプっていうのに穴が開いてて、そこにオイルが通る、はい、穴が開いてんだけど、はい、みんなちゃんとしてる人はそこ一回穴塞いでドリルでちっちゃい穴とかに開け直すんだよね。そういうことまでやってるから。じゃあ横田さんの走りも見てみましょう。
横内さんのこれタイム見てください、これ32秒795。とんでもないタイム出ましたね。突き出しが効いたね。すげえな。じゃあ僕もちょっと走ろうかな、こいつでね。うわー、痛すぎ。ごめんなさい、新車を焦げてしまいました。新車が。あ、ここ滑り止めがいなくなっちゃった。ごめんなさい。ということで今回横津さんにこちら富士スピードウェイのカートコースにまた連れてきていただきましてありがとうございます。今回は転倒もなかったですね。あれでなんか2回ぐらい。あ、ごめんなさい、本当にすいませんでした。あれで転ぶ。こっちよりあっちの方が難しかったという。今日は途中でね、足回りのセッティングも変えてみたりしてガラッとバイクの乗り心地が変わるっていうのをすごい身をもって体験したでしょ。そうですね、横津さんがこのフロントフォーク突き出して本当にそこから全然違くてタイムも0コンも8秒ぐらい上がりましたからね。一応このバイクでここでの自己ベストなのかな。はい、うわー、てか本当32秒でも早すぎます。今日は楽しかったです、本当ありがとうございました。本コースで練習があるからな、こっちの方ですね。いや、本コース NSF で走れますかね。怖い。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。スマホの方は画面下のボタンから、 PC の方も画面下のボタンから登録お願いします。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前ブルグコラ。